亀谷隆正の血統の教室。今週の G1 ビームは、26日土曜日ですねに行われるホープフルステークスを分析します。よろしくお願いします。お願いします。2歳マイル G1 ではスピード仕上がり場やというところに注目しましたけど、ホープフルステークスでは傾向は変わってきますでしょうか？それはもう全然変わりますよね。まあ、あのホープフルステークスの適正面でいうとスタミナとパワーというか、スタミナとバテてからの粘りというのが要求されるし、 1400m の速さというのは要求されないですよね。あとはもちろん2歳戦での体力の仕上がりというのは、まあ、朝日杯同様必要ではありますけれども、まあ、あとは、ね、朝日杯の時に言いましたけれども、まあ、クラシック血統と言われる、ね、馬たちはクラシック血統はもういわゆるディープインパクト3区とか芝、1600以上のリーディング上位賞馬っていうのは子供というのは基本的にホープフルステークスを目指すようになってきているということで、クラシックで問われるような能力は特に朝日杯よりも随分高くなっているというのがホープフルステークスなんじゃないでしょうかね。なるほど。ではそのあたりも含まえていつものように血統の傾向からお願いします。はい、まあね、今申しましたようにあのクラシックを目指すようなリーディング上位血統のノーザンファームがこっち力入れてきてますから、あのまあ、上位血統で強いのが走るっていうのはね、まあ、大前提なんですけど、まあ、適正という意味ではねステイゴールドがの血が強いというのがポイントなんじゃないでしょうかね。去年もねベルトライゼンデが2着だったんですけど、まあ、僕適正はこの馬がぴったりだったと思うんですよね。で、まあ、実際ぴったりで本命にしたんですけれども、まあ、コントレールに楽にやられてしまいましたがね適正はやっぱりベルト大前提ドイツ血統にステイゴールド系ということでドリームジャーニー、まあ、こういうのが向いてますよね。それから2017年に8番人気で3着だったステイフーリッシュ、それから2016年に8番人気で2着だったマイネルスフェーン、これどっちもやっぱステイゴールド3区ですしね。あとはそうですね、2014年に9番人気で3着だったブラックバゴですよね。これはお父さんがその名の通りバゴで、母の父はステイゴールドということで、やっぱりタフな血統とタフな血統の組み合わせですよね。だから適正の意味ではステイゴールドに向いている。じゃあステイゴールドはどういう血統かっていうと、もう日本の中では最も凱旋門賞の適した血統であるということで、まあ、やっぱヨーロッパ向きの血統が走る。これ適正はそうなんですよ。ただレースレベルが上がってきてしまっているということで、まあね、日本というのは基本的にヨーロッパ血統というのは不遇な国ですから、うん、やっぱり適正はヨーロッパですけれども、ただ単にリーディング上位の強い馬が出てきたらその馬たちにやられちゃって、今だったらブラックバゴとかねステイフーリッシュぐらいのパフォーマンスで3着に来れるのかっていうところが問題にはなってきますけれども、適正ではやっぱり人気薄で恵まれて走ってる以上ね向いてるっていうことですよね。はい、適正ではやっぱロベルトもいいですよね。ロベルト系っていう意味ではあのステイフーリッシュも母八時ロベルトでしたし、あとレイデオロとかタイムフライヤーもロベルトの血を持つ馬でしたよね。まあ、レイデオロとタイムフライヤーはノーザンファームの生産馬ですかね。だからまあノーザンファームのロベルトかもしれませんね。あのゴールドシップをあんまりつけてくれない以上、ステイゴールド系っていうとちょっとステイゴールド系自体の扱いもねあんま良くないですもんね、ノーザンファームね。そう考えるとロベルトの血を持つノーザンファームとかやっぱ向くってことになるんじゃないですかね。はい、なるほど。では他に馬頭からのポイントはありますでしょうか？そうですね、もう繰り返し今言ってますけれども、適性はタフなんですよ。でスタミナも要求されるんで、だから直線の長いところでピューンと速いの適性よりもバテてからの粘りとか 2000m 以上でバテてから粘る能力っていうのが大事ですよね。まあ、もう競走馬の能力は一定じゃないですからね。バテてから粘るのが、要求される適性ではあるということですね。だからまあ、あとはキャリアを積んだ方がいい。遅い上がりタイムに強いレースという馬というのはキャリアを積んだ方がいい。ダート戦とかヨーロッパの芝っていうのはやっぱりキャリアを積んだ方が有利ですからね。うん、じゃあどういう馬がいたかっていうと、まあ、8番人気で2着だったマイネルスフェーンとか、同じくね8番人気で2着だったコメートとか、この2頭は上がり 35.6 秒以上の上がりで3着以内、そしてキャリアも4000以上と、まあ、2歳馬にしては
豊富なキャリアであったということですね。はい、わかりました。では明日はここまでのお話を踏まえて出走という馬について亀谷さんの見解を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。